はい、どうもです。ブス。ブッです。いやー、まあ本当に久しぶりにマイクラを実況するんですけどね。いつぶりだっけ。いや、せいぜい資材をね、こういう感じでドババーっと取ってきてるんでね。まあ細かい設計してないんで、声足りるかというより、使うかもわかんないんですけど、多分木材の分配が違う系を推しするんですけどね。まあ、とりあえず、まあ、しばらくは大丈夫だなってことで、こんだけあれば。まあ、やばい、ちまちまやってきたけどね、もうね、村がこれじゃいつまでたっても完成しないってことに気づきましてね、もうさっさとね、もうドババーンって作っちゃおうと思ってね。まあ、とりあえずね、今回はもう一気に一つ、ここにですね、まあ、商業的な、町の中心的な建物だって、ほんで、ここに、まあ、あの畑を潰して、まあ、畑とか牧場も含めた村長の家を作っていこうと思うんですよね。そうですね。商業のところを、まあ、白樺を中心に作って、まあ、アカシアで装飾してっていう感じで作っていこうと思うので、まあ、まずここから作っていきましょう。柱をどうするか。まあ、柱も白樺でいいか。もう白樺中心に行きましょう。普通に。あ、そうそうそう。そうだそうだ。あのですね、前回ちょっと難易度ピースにしたんですけど、アップデートのやつで。まあ、あ、そうだ、無駄。まあいいや、もう。本当は村の囲いも、まあ、一応作ってきたんで、どこかで、もうしませんけど、まあちょっと、編集でいいかもしれませんけど、まあね、まああいつが出てきたら別に戻せばいいじゃんってことで、もうハードに戻しますね。はい。まずは壁を普通に作っていきますかね。とりあえず3スタック分白樺の木材に直して、4階建てぐらいを想像してるんですよね、一応。で、実際建材が足りるか分かんないんで微妙ですけど、まあ、とりあえずここで今囲ってある範囲が建築範囲ですね。今開けたところが入り口にすると、まあそんじゃあここの窓石を削っていきますか。で床の部分削れましたね。まあ床には多くの木を使おうと思ってるんで、多くでいいよね、床は。あら、松も捨てがたいかな。いや、まあ多くでいいや。そうだ、白樺の木こんな一気に白樺にする必要なかったな。まあいいや。まあじゃあどんどん使っていきましょう、あるものは。壁を積み上げていく。まあ、床を引いていきましょう。よし、床敷き、一回の床敷き詰めましたね。もう早いな、これ。案外早く終わりそうだな。もうほとんど1回完成だもん、ね、入り口はですね、一応なんか結構おしゃれな感じの店っていうんですか、そういう感じでイメージしてるので、アカシアのねドアを使っていこうと思います。
絵をガラス張りでおしゃれな感じするんで、アカシアはのドアはね、これですね。なんでいいんでしょうかね、この自動ドアっていうんですかね、ちょっと違うか、まあ、分かりやすいよね、このおしゃれさは。よし、まあおしゃれな店ですよ。そんでどうしますか、僕はね、次は何をやるか、あ、タイムだった、タイムだった、湧き潰ししないと。まだとかそこは後からでいいかな。で、基礎作っちゃいますよ、基礎。まあ、タイムズ置き終わったのに2回も作っていきましょうかね、早速。階段作らんと意味ないな、そういや。階段はどうやって作ろうかな。あー、早速敵湧いたか。早くね、結構湧くんだな、あいつ。この声ですよ、アップデートで追加されたら厄介すぎる敵。なるんでしょうね、あいつら。本当にやめてほしい。行って。お前、行ってよ。ふざけんな、てめえ。ちょっと、演者ですぎだ。お前、こいつは何なんだ、ふざけんな。おい、てめえら、ふざけたんじゃねえぞ。今、建物内だからな。お前、圧倒的フィーランド知ってたか。行った。え、どっか行ってきた。え、なに、今どこ。怖い怖い怖い、お前ら怖い。本当に怖い。落ちる、これ落ちるよ。おい。もうさっさと死ねえ、お前ら。大事な人んじゃねえか、お前。痛い痛い痛い。回復回復。おい。はい、お分かる、お分かる。はい、よし。夢がすごいことになってる。まあ、そんで天井を作っていく。これをあと、まあだからここで2回、3回、4回ですから、あと3回繰り返して、まあ天井部分作れば、基礎は完成するよ。まあそこで窓とか装飾とかをやっていけば。まあ内装はもう少し後になると思うんで。いや内装はね、多分ネザーのものとかも結構欲しいので、相当後になるんですよ。まあ、天井も作ったんでね、あとは階段をこうやって、まあ普通にこれでいいかと書いてある。やっぱりこれはまあここ本当は一度欲しいんですけど、やっぱ狭いとな、こういうところで弊害出てくるか。うまい作り方があっていいんだけど、まあ一度ずつ削って階段をですね、まあ一幅削ることによって上の階の幅を確保すれば多分、まあ、階段をもっとコンパクトにできるはずなんですよね。どうか自分でしか分からないようにしてるけど大丈夫かな、ついてこえてる。あ、もう全然ダメじゃね。ここからだよね。あ、全然足んないよ。こうしましょう、こうしましょう。こうすれば、それは通れるし、まあ、落下ダメージも起きませんよね。よし。また早くない出てくるの。あの声、やっぱりあれだよね。あ、敵キャラだよね。今、村人っぽい声。さっき倒したばっかじゃんだって。早いんだって出てくるの。いくらなんでも。ねえ。あ、違うわ。あい、あぶね。承認か。この承認も勝手にスポンするんですよ。やられそうだな。ここいると。そのうち。
そのうちあの村人、村人の姿をした敵キャラが出てきて、あいつ殺されるんです。何この音、何この音、今の音何？聞いたことない音が鳴いたんだけど今。え、あのポーション飲む音だよね。え、村人ってポーション飲むの？え、何この音、何今の音、何？え、何やったらあいつら、え、何かあった、あいつらに何かあった。え、マジで何だったの今の音。マロをね、つける作業をやっていきますよ。どけ、ほんとどけ、そこまだ置けないから頼むから、どいてくれ。あれはもう、ちょっと完成した職員としてやってるか。あ、もうそうだ、もうこいつ入れちゃう。おい入れ、お前入れ、もういっそのこと入れ、入りたいなら入れ。お前、あれか、ここ商業施設だから、お前商人だからもう雇ってやるから。ほら、いや、むっちゃ登ってくじゃん、普通に登ってくじゃん。で、このね、アルパカじゃなくてリャマの目と目が合う瞬間好きだと気づいた。あなたは今どんな気持ちでいるの。え？え？え？おい、え？何今の？何目と目が合う瞬間消えたんだけど、なんなのあいつ。え、怖い、何やる。え、あいつレスポンするの。いやでも、え、レスポンってさ、あの真空でするもの。え、何やる。え、ほんと不可解なんだけど。え、よし、まあこれで、あのここをね、白川の柱でね、覆っていくんですよ。そうすると、いい感じの見栄えになるんじゃないかなって思うんですよ。で、アカシアのフェンスをもう相手につけましたよ、とりあえず。だいぶ高いですね、やっぱりこの村一番の建物。そんで、ここへね、屋上っぽいね、おそらく屋上っぽいブロック、選手権を開催したらナンバーワンになるであろうこのね、ブロックを使って、まあ申し訳ないように、この辺にね、そして休憩スペースを作って一旦完成したんでね、まあどんな感じだったか見てみましょう。
いやー、2時間で作りましたよこれ。まあでもね、まあなかなかね、まあまあ装飾がないんでちょっと物足りない部分はありますけど、まあ村をね代表する建築物としてね、まあなかなかの大きさですし、まあ全体的にねいい感じの出来だったんじゃないでしょうか。この窓の配置とかアカシアのドアとか白樺の柱のねやり方がね適宜うるさい。まあ今回はですね、まあこの屋上ですね、まあ休憩所からねの景色でね、まあお迎えしたいと思います。はい、まあこうね屋上のねかの休憩所で座ってね、はい、まあこの景色の中で、はい、というわけで今回はここまで。それではまた来る。